ペプチドリーム創業者で2017年9月より同社代表取締役会長を兼任1953年東京都に生まれる。1976年に早稲田大学卒業後日産自動車に入社。1978年7月スペシャルレファレンスラボラトリー入社。2000年11月上場企業5社が出資し、 DNA チップの開発を行う株式会社 JGS 設立。久保田は設立時の同社の専務取締役、2001年4月には代表取締役社長に就任した。JGS は文部科学大臣賞を受賞するなど一定の評価を得たが2005年解散。同年9月、知人のアナリストの紹介で東京大学 TLO を開始、菅博明と会う。 フレキシ財務の話を聞いた久保田は、勘と共に事業の方向性を検討し、2006年7月に東京大学駒場地区キャンパス内の産学連携施設にペプチドリーム株式会社を設立、同社代表取締役社長に就任した。同社は2013年6月に東証マザーズに上場、2015年12月には東証一部に市場を変更した。 2017年9月27日、同社の代表権のある会長に就任。後任には、リード・パトリック・ゼン常務取締役が就任した。音楽好きで、研究者でなければ、ミュージシャンになっていたと語る。ザウの名は、Our Dreams Can Come True。ありがとうございます。